草が生い茂り、木々に覆われたその奥にはぽっかりと開いた暗く深い壕。この地域には縦横無尽に掘り巡らされた地下壕などが今も数多く残っています。実はここには国の重要な基地がありました。海天大賀基地、全国で4カ所あった基地のうちの一つです。太平洋戦争末期、日本で考案された人間魚雷回転、兵士が魚雷に乗り込み敵艦に体当たりする特攻兵器です。多くの若者が自ら志願し、祖国を守るために自分の身を犠牲にして散っていきました。ここ大賀基地でも二十歳前後の若者が来る日も来る日も厳しい訓練に耐え、出撃に備えました。四五年ここでね、お世話になって訓練したような記憶が頭の中に残ってるんですよ、私の頭の中には。戦後60年余り経ち、その事実を知る人も次第に少なくなっています。回転に命を懸けた若者たち、そして基地の跡を通して戦争がどんなに悲惨なものか、命がどんなに大切なものかを考えていかなければならないと思うのです。大分県国東半島の入り口に位置する町、日出町。町の中心から少し東へ行ったところにあるのが穏やかな漁師町、大賀深江です。ここには今から340年前に建てられたという金皇帝があります。これは参勤交代の時に帆船の風待ちをするための肱藩のお殿様の宿泊休憩のための施設。金皇帝ができると周辺には旅籠、沖屋、雑貨屋など商家が立ち並び、たくさんの人でにぎわったといいます。そんな町の外れにある小高い丘、ここには航海の安全を願う住吉神社があります。境内にはコンピラ宮、恵比寿様、そしてここにしかないという回天神社。回天、聞き慣れない言葉かもしれません。回天とは、兵士が魚雷に乗って操縦しながら敵艦に体当たりする人間魚雷のことです。ここは回天の関係者を祀る日本でただ一つの神社なのです。太平洋戦争末期、敗戦が色濃くなった日本。本土決戦が想定される戦況となり、日本国民の不安の色は濃くなる一方でした。そんな中、日本海軍の若者によって考案されたのが、特攻兵器、人間魚雷回転でした。天を巡らし、戦局を逆転させるという意味を込めて、名付けられたものです。回転の基地が設けられたのは全国で4カ所。昭和19年9月、日本で最初の回転基地が山口県の大洲島に設けられます。続いて11月、山口県光に、翌年3月には山口県平尾に、そして4月には大分県の大賀に基地が開設されます。山口県の徳山港から高速船で20分、基地のあった大洲島には今も当時の面影が残っています。当時島の南部に回転の基地がありました。現在は小学校が建っている場所に回転の整備工場や兵舎関連の施設が残っています。兵員宿舎のあった場所には記念館が建てられ、館内には当時を忍ぶ兵士の遺品や写真が展示されています。
海沿いのトンネルを抜けると回転の発射訓練場跡があります。もともと旧三式魚雷の発射試験場だったものを回転の訓練に使ったもので、ここまではトロッコで運ばれました。回転を海面に上げ下ろししたクレーンの跡も残っています。大分回転会の会長を務める寺地隆さんは大津島基地に所属していました。その飛行兵を志願して航空隊に行ったわけですけどね、この中でそういう特殊な兵器ができて、もう日本もかなり切迫したからね、こういう兵器ができたので希望する人は希望戦果というような形のものの中で希望したわけですけどね。回転は木曜艦船に体当たりして爆破させる特攻兵器でした。乗れば二度と生きては戻れないのです。これが自分の艦桶かというような形でね、非常に複雑な気持ちになったことを覚えております。回転は潜水艦に搭載され、目的地に着くと搭乗員が乗り込み発射されます。操縦席は計器に囲まれ、人一人がやっと座れる広さです。身動きすることすら難しい状態でした。乗らなきゃいけないなんか思ったことないですよ。乗ろうと思っちゃったんだからね。もうそれは自分の使命だっていう、もうそれはもう最初に飛行兵をね諦めて特攻兵器の方に行くという形の中でね、横で死んでも一緒だというような形になったわけですよ。昭和20年5月、大賀基地に衛兵として配属された伊豆田正志郎さん。人間魚雷というのがここへ来て初めて知ってんですね、ここから基地の訓練するのなんか、東軍で立ち見するようなことでした。大賀基地は海に面した牧之内一帯の広範囲にわたり施設や兵舎などが配置されていました。当時基地には訓練生や整備士など2000人の兵士がいたと言われています。昭和20年5月から休日なしの猛訓練が始まります。標的にするのは別府湾に浮かぶ漁船でした。潜望鏡で標的船を確認し、標的船の下をくぐり抜けて回るのが訓練の目的だったといいます。また元大阪商船のアルゼンチナ丸を航空母艦に改装した空母海洋を目標艦にした訓練も行われました。そして厳しい訓練の後、8人の搭乗員が8月3日に愛媛県西海町に配備されますが、出撃することなく終戦を迎えたのです。回転神社のある小山には地下壕がいくつも掘り込まれています。神社下の東側入り口付近にある壕は酸素圧縮ポンプ室です。ポンプが置かれていた台座が今も残され、壕の中のゴツゴツした岩肌はツルハシを使って掘られたものだというのがわかります。神社下海側にある壕は回転格納壕です。ここは長さが120メートル、終戦直前8機の回転が愛媛県に出発しましたが、この壕はちょうど回転8機が入る長さなのです。格納壕から数百メートルの場所に魚雷調整場があります。このプールは回転を沈めて水漏れがないか調べるためのものです。わしら本物ってものは それは見ることは絶対なかったんですが、時にそこから魚雷をトロに乗せてずっと海岸線を滑り中ところまで設定っていうのは、設定のなんかも1、2回
手伝ったことあったんです。格納号から魚雷調整所、そして回転を海面に送り出す滑りまで、海に沿ってレールが敷かれ、トロッコで回転は運ばれていました。手前にあそこに司令塔というのがあって、司令ここの司令が乗って上に上がっておってな、そこの前に魚雷止めて、魚雷の上から敬礼して今から出撃しますっていうような訓練に出ますっていうような挨拶の遠くから見ておったんです。基地跡で最もしっかりした形でその姿をとどめているのは変電所跡です。この字型に掘られたその場所は未だに崩れ落ちることもなく、いかに頑強に作られたかがわかります。しかし、多くの場所には草が生い茂り、